どうも、しばです。本日は大阪でナンバーワンのラーメン屋さんに行こうのコーナーです。僕ね、何年か前に角屋食堂さんって中華そば食べたんですけど、 そこのつけそばがどうしてもうまそうなんですよ。あ、それだけは食べたことがない。そうなんです。何回見てもうまそうなんです。しかも豚足がトッピングできるらしいのよ。だから豚足大好きな僕は食わなあかんなということで、ここめっちゃ並んでる。うお、並んでるやん。ということで行きたいと思います。はい、じゃあ入れるか並べ行きましょうか。はい、ということで、かれこれ1時間20分ぐらい並んだ。1時間半並んだか。並んだね。ようやくやね。めっちゃ楽しい。僕がね、頼んだのが、このつけそばの特の豚足トッピング。おうおうおう。うん。に、あと、エトセトラ。あ、なるほどね。プラサロカね。はい。で、僕ね、ここね、さっきも言うたんですけど、中華そばは食べたことあるから、つけそば食べたことないから、今日めっちゃ楽しみ。なるほど。うん。しかも豚足めっちゃうまいらしいから。ということでやってきました。これが食べたかってん。見てこれ。この、めちゃめちゃ綺麗な麺。これ見たらもう食べたくなるでしょ。もうなんか、芸術やでな、ここまで来ると。そうやな。うん。よう、こんな綺麗に並べれるわ。うん。今回初めての、つけそばやから。ここに豚足が入ってんねんて。トンピックン、トッピング。いただきます。ちょっとビール急ぐよ、今日は。時間ないからね。なんでやと思う。なんで麺が伸びる。あ、そういうことね。うん、まずスープ。うお、うお、これが豚足か。おお、すごいな。あ、結構酸味があって、うん、甘いで、鶏の旨味半端ない。うん、めっちゃうまいよこれ。うまっ。うん、めっちゃうまい。じゃあ行きますか。うわ、きれい。今まで史上一番綺麗やね。うまやな、これな。ちょっとさ、せいろそば風にさ、こんだけだけいって、こういこうよ。ほう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 。麺だけでいける。麺もそんな、だいぶこだわってんな。つるつる。つるつるやで。小麦の香り半端ない。おお。麺食べて、最初に小麦いって、うんうん、で食べていったら、小麦のなんか甘さを感じる。めっちゃうまいもん。次は全開でいくわ。完成度高いね。そうなんね。つけ麺的な感じとは全然違う。おう、うん。麺を壊さんスープやわ。ほう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 。つけ麺ってどっちかというと結構主張してくるやん。そやな。もうほんまに麺の細焼くやけど、めちゃめちゃうまい。なるほど。うん、これはうまい。で、鶏飯限定な。これもうなくなったから完璧だ。でもやっぱり僕ラーメンがうますぎて、ほうほうほう、こっちに感動してる。あ、つけ麺にね。うん、めっちゃトロトロ。すごいね、これ。じゃあ、食べていこう。じゃあ、トロトロいただきます。やばい。これは、豚足5つぐらいトッピングした。そんなにうまい。しかも、ちゃんと骨も取ってくれてるから、安心して食べれるよ、ね。うん、美味しいわ。で、これ豚チャーシューやね。チャーシューもうまいやん。ちょっと控えめの魚介が入ってるのかな。うん、ツルツルで、うん、めっちゃコシがあるわけじゃない、うん、けどしっかりと麺の主張は、うん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 、何よりあの香りがすごいね。で、これが坊ちゃんの中華そば。いただきます。はい。引っ張る感じなんな。独特の食感やな、ここの麺。うん、すごい。
めっちゃうまい。なんかね、麺の密度が細かい感じで噛んだ時に。そうやな。なんか、うんうん、ね、すごいみずみずしい麺やけど、すごいこの香りがすごいいい。もう豚足絶対入れるべきトッピングや。個人的に言うと白飯といった方がいいかもしれない。豚足は、豚足はじゃあこれつけそば。あ、つけそばがってこと？うんうんうん。まあ僕は麺とその白飯が好きなだけやねんけど。みんな白飯好きやな。なんかね、白米はね、デブのねトレンドアイテムなんですよ。永遠のな。うん。それはわかる。うん。やっぱうまい。でもね、何時に並んだっけ？11時ぐらいかな。ね、11時に並んで、今1時なんで、11時に並んで昼ちょっと早く食う断念っていう気持ちで来たら、うんうん、昼過ぎになるっていうね。食べたら、うん、2時間か、うん、の、でその間待ってる間 WBC の応援してね、みんなうわー言うとったな、うん、日本が勝った瞬間ね、最後みんなこの行列並んでるんですけど、うわ分かったねーみたいなここ何やみたいな なっとったね、うん、あれは感動的戦いでした。負けると思ってた僕。そうやな、うん、やっぱ何でも諦めた終了なんで、やっぱプロやわ。最後まで諦めへん忍耐力、うんうん、ね、それが必要やわ。芝さんもデカ盛り2キロ以上諦めたら終わりやな。あかねえで。ごめん、僕素人なんで。諦めない心、あのエセデカ盛りハンターの、むしろもう小盛りハンターに名前変えようかな。あかん、どんどんデカ盛り店を探すから。死ぬ。やっぱあっさりしてるとさ、いろんなものを足してさ、足して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 ってしたくなっちゃうやん。うんうんうん、けど、いらん。だからここ、足すもんがいらんから、うん、前入りのここに置いてあるやつの炎上系のやつが折れへんでいい。あー、調味あ、そうやな。うん、調味料ないもんな。胡椒もないし。多分言ったら、いらんよね。いらんね。うん、マジ何回も言うと、これが神やな。麺線ね。うん、めっちゃ綺麗。また食べやすいねん、こうやってくれてるから。こう、いけるから。こういうのがいい。ここにさ、製麺所があるの。お、うまい、製麺所。これもう、出来たてやからこんな感じだから、みずみずしい感じなのかな。ああ、そうなのかな。だからすごい、麺を一言でイメージすると、透明感のある麺なんだ。あ、そうやな。透明感があって、みずみずしくて、うまみがある。香り高い麺。どんぶりちっちゃい。どんぶりではないからね。器ですから。何でも僕は丼持つみたいなことみたいにやめてもらえる？丼のが似合うんやか。まあそれはちょっと否定せえへんかもしれんけど、僕ももういい大人やからこういうのが似合うようにあなりたい。なっていかんと。ちょっとちっちゃめね、うん、でも顔で比較されると丼でもちっちゃい。それを言っちゃおしまいやろ。えだから芝さんが多分こんな器が似合いたいなっていう時は、うん、小皿や多分。あいつどうやったの病気かい。小皿。なるほど。あいつダイエットしとんの。うん。あいつちょっとなんか色気づいたな。うんうん。言われんな。ということで大満足でごちそうさまでした。ごちそうさまでした。感無量でございます。やっぱ美味しかった。ここでしか味わえないなんか麺のつぶつぶ感やね。うんうんうん。ということでぜひとも皆さん大阪に来たら角屋食堂さん行ってみてください。ということで本日もありがとうございました。はい、ごちそうさまです。芝さんそこ駐車禁止やで。誰が車や。ほんま車ちゃうわ。車みたいなもんや。なんで？え？顔でかいし。邪魔や。邪魔って。ここは乗りたいんやろ。ここで検査してもらおう。確かになんかなんちゃら工業株式会社ってなんか研磨できそうかもしれへんけど、これ工業やから、クリニックに行かせて、クリニックに。いやいや、そっちの部品じゃ部品ってないよ。部品じゃ部品ってない。部品じゃ治療器具。治療器具じゃない。あ、そう、美容関係じゃ足りないから、強度が持たないから。強度が、それは道具の方の問題か。おうおう、道具の僕の方じゃなくて。おう、本日もありがとうございます。友達は選びましょう。せめて高須クリニックがいいな。いやいや、あかん、あかんって。だから治療器具全部いかれてまうから。損害賠償やられる。おうおうおう。ということで本日の手本になっちゃってます。全部持っていかれて言われへんわ。はい、5。本日もありがとうございました。